どうしたん、どんな汗、こ 何汗、カレー食べた汗。さあ始まりました中島家チャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は、はい、中ちゃんが大好きな、はい、南カレーのお店に行きたいと思います。やってきました白島キューガーデン、はい、この中にありますので、うん、参りましょう。行きましょう。はい、ここです。はい、ここでございます。ルーパリさんです。はい、ここのナンは世界一だと私思ってますから。おお、すごい、はい、あのルーパリ愛を爆発させてください。もう今日食べますよ。はい、はい、あのちょっと中入ってもらっていいですか。あとで撮影させてください。いや本当にね、はい、こちらのお店が大好きで、うん、あのここのナンが、うん、一番うまいと思ってます。ナンカレーを食べる言うたらもうここ来るよね。もうここ以外考えられないですね。そこまで、こういう白島ランチっていうこの白島店にはこういうのがあるんですけど、うん、私はライスがいらないから、はい、ナンライスでしょ。ちょっとねナンがちっちゃくなるんですよ。これは頼んだことありません。はい、ありません。どういう紹介の仕方。はい、ルーパリランチがサラダでしょ、はい、うん、バーベキューチキンがこれ2個もついてくるからね、これも結構お得で、あとカレーでしょ、それとでこのカレーセット、これがシンプルに、うん、あのカレーとナンだけなんよね。そうそうそう、よし、じゃあ頼もう。じゃあいつもの通りルーパリランチとカレーセットで、はい、はい、で今日カレーは何にしますか。いや、 やっぱりね、うん、キーマカレー。キーマカレーがあなたいつも好きよね。はい、いつもで一回日替わりカレー聞いて、うん、それ次第によってはまた考えます。ああ、なるほどなるほど、はい、分かりました。今日の日替わりって何ですかね。卵入りのキーマカレー。あと日替わりカレーとベジタブルカレーでいいですか。何ライスはなんで、なんで両方とも、はい、はい、辛さはいかがされますか。辛口でお願いします。え、うん、そう、少し辛口でお願いします。両方とも、はい、はい、日替わり少し辛口とベジタブルが少し辛口で、このね、わー、はい、何のデカさですよ。もうこれ通常サイズだよね。はい、枕ぐらいあります。そう、もっちりクワッとね、猫のバッツ、いただきます。はい、いただきます。うまい、カレーだけ食べると辛いんだけど、このナンと一緒に食べるとね、甘みが加わってね。そうなんよ。いいのよ。まずはやっぱりあなたいつもキーマを頼むね。私はね、うん、ほんとキーマが好きで、うん、やっぱなんかこう全体にお肉の旨味もこう溶け出してるし、うん、でお肉がこうひき肉だからこうちょんとつけるだけでこう入ってくるのね、うんうん、お口の中に。それがなんか好きなのよ。ただちょっと辛くしすぎたら、そうだよ。あ、ちょっとこれ辛いな。俺いつもどうしようっけ。普通です。はいはい。野菜でした。野菜辛い。うん。これがやっぱりいろんなね、あの野菜が入ってて、
大根とかも入ってんだよね。嘘。カブか。全然わかんないけど。でもなんか家で作るカレーとは全くもちろん、具材もなんかちょっと違う、ね。違う。ダブン大根、うん。でもなんかこのみずみずしい感じがこう、うん、食べやすい、さらっと食べれるというか。本当にいいのよ。うん。試験簿、三つありまして。はい。うん、私は吉田和樹と、うん、あの黒部さんという方をお招きして、何、うんうん、がうまい何がうまいって移動中ずっと言ってたの。ずっと言ってた、うんうん、そしたら、うん、じゃあ、何ライスどちらにしますか、うん、俺な、うん、井上さんな、はい、吉田和樹な、うん、黒部さんライス、うん、考えられあの人どうかしてるよ。俺がもう何が美味しいって来てんだから、豚骨ラーメンが美味しいって連れてきた店で味噌ラーメン頼むのもんじゃない。いやいや、ちょっとそのラーメン頼んだからいいでしょ。その時気分じゃなかったのもあるじゃん。気分関係ないもん、うん、2つ目の事件も話していい、うん、いいよ。オーナーさんがいるでしょ。あ、こちらの、あー、うん、はい、オーナーさんが、うん、カープの、うんうん、大瀬良投手が来たと。へえ。もうウェルカムだったんです、うん。ただ、ね、はい、一つ言っておきたいのは、はい、大瀬良投手にここを勧めたのは俺ですから。え、奥様がいらっしゃるじゃない、うんうん、なんか広島でおすすめのお店ないですかって言って、うん、ここ勧めた、ここめちゃうまいよ、へえ、すごい、んで行ってみますよ、うん、本当に行ってくれたんだね。で行ってくれたんだね。これはね、全くオーナーに届いてないいいじゃん別に。いやだ、なんでよ。だってこんなに愛して、でもそれ中ちゃんに、あのオーナーさんが来てくれたんよ。サラダも美味しいよね。そう、これがね、まあなんてことない普通の、そうそうそう、まあキャベツの千切りにトウモロコシがみたいな感じなんだけど、横のこのね、これ玉ねぎを何かで和えとんねでこれがすごく美味しくて、そう、それで事件簿3つ目、え、こちらの店舗じゃないんだけど、うん、広島駅の方の店舗で、この玉ねぎがないって私騒いだんですよ、うん、すいません、この玉ねぎの何か謎のものがないんですけどって言ったら、うん、皿いっぱい持ってきてくれて、いや、こんなにいいですってしたら、いやいやいや、ごめんなさいと、載せるの忘れたんですねって言って、こうやって食べ終わって、じゃあってサラダも食べたら反対側から出てきた、これ、それを謝りたい、すいません、以上です以上駆け足でお届けしました、ルーパリ事件も3連発。いや、はい、でも本当にこの玉ねぎは何で味付けてあるか分かんないんだけど、うん、めちゃくちゃ美味しくて、うん、おかわりしたこともあったもんね。これ味付けは何なんですか、玉ねぎは。玉ねぎはそうですね、マリネしてるんですか。パプリカ、あの赤いのはパプリカなんです、ね、パプリカパウダーみたいな、こっちは塩もちょっと入ってる、すごい美味しいです。でもこれすごい人気がですよね。これだけくださいって言った人です、すいませんそして中ちゃんが最も愛してやまない理由の一つ、うん、バーベキューチキン、うん、私はまあタンドリーチキンと呼んでますけど、うん、バーベキューチキンのこれがめっちゃんこうまいんですよ。やっぱ釜で焼いとるけ香ばしいの、香ばしいよ、すごい漬け込んどるけ柔らかいんですよ、うん、で中まで味もしっかり入っとって、うんうん、そう美味しい、めちゃくちゃうまい、いや、でも中ちゃんちょっとカレー、あ、カレーか、カレーです、ごめん、ほんま、ま、俺なんか気取る癖があるな、あるね、常連ぶるというか、うん、ね、なんでいつも普通っていうのに今日辛いな、なんなんだこれ、シェフの人もちょっとエンジンかかってたもん、うわ、すっごいじゃん汗がやばい、やばいじゃん、なんなん、なんで無駄な汗かいて三大事件簿か四大事件簿か YouTube の撮影で
背伸びしてちょっと背伸びして少し辛口を頼んでやばいということでございまして、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。どうでした？今日のルーパリは美味しかった待って、もうインドが出てけ国を挙げて、やだ。